っすぐです、もっとまっすぐで、ここをこっちの引くのに引いたら出てくる、うん、引いたら出てくる、引いたら出てくる、オッケー、引いたら出てくる、軽く引いてやる、で、いきます、ここ逆転状況です、こう、こう、ここでインパクト、パン、パン、で、このままだと、うん、クロスに反れるんで、ここでブロックです、これ開いちゃうのをここでブロック、パッ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 で、基本的には打点がここで取られるとしたら、うん、上から入るんです、全部こういくの、だから言ったらもう平手ですよ、平手、横なんで、あー、なるほどね、こういう感じ、そうです、パッパッパッ、で、もっとここを最後まで、はい、どうですか、ここは全然ダメ、全然ダメですか、じゃあ、あの鈴木純流のやつでちょっと教えてあげていいですか、ここは、なるほど、ここは絞っ、こっちはイメージ、こっちはフォロースルーはあーですけど、下半身はこうみたいな、すごい、あ、そういう、奥はね、確か押し込む、押し込むけど、はっ、こういう感じ、ちょっと待って、フォロー押し込む、確かに、違う違う違う、まずここの肘が上がりすぎ、パッパッ、こうでしょ、パッパッ、押し込むけどフォローする、パッ、違う、パッ、違う、パッ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 、でもチームの方がパンチするときにこっからパンチする人いないじゃないですか、パッ、うん、パンチって絶対近いとこからこう出してパッ、だから一番近い方がこうなんですよ、っていうのを踏まえた上で今度はこういって、あー、なるほどね、じゃあそれ踏まえた上で一回やらせて、近い、近いんだよ、近いです、こうね、あ、できてる、で今のところ、あ、もうちょっと高め、こうできてるじゃない、あ、違う、そうそうそう、ここからのもうここで筋肉溜まってるんですよ、うん、でこっからでもうあなたなんか嫌いよ、あー、なるほどね、あ、マスターした、あー、めっちゃ近いです、めっちゃ近い、ね、だいぶ近いです、だいぶ近いです、俺がどんだけ努力してやってるの、だいぶ近いです、センスがいいんじゃない、いけてます、だいぶ近いです、ワンちゃん、ルビーどう思う、ルビーどう思う、これ捨ててあります、これだね、これだね、ワンちゃん、これ捨ててあります、笑ったね、